皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室集客コンサルタント高橋貴子から見たボアメーザ若林美和子先生3つの魅力についてお伝えしていきたいと思います。若林美和子先生と私の関わりというのが、私写真を習っているんですけれども、今道茂美先生というとても美しいフォトグラファーの先生でいらっしゃって、お花ももちろんやられるんですけれども、その今道先生のご縁があって、若林美和子先生をご紹介いただいてっていうことで、6ヶ月だけコンサルティングに入らせていただいたんですけれども、美和子先生自体の、作られた培われたブランドっていうのは、ご本人がものすごくそこを意識してそうしてきたっていうことでないにしても、そのお人柄で、皆さんによってこう上げられたというか上がっていったっていう、そういったもう本当にお人柄の先生で、集客自体はもう何ら問題なく、キャンセル待ちが1000人いるとか、そういうようなタイトルがついた本とかも、予約の取れないお教室っていうことで有名な先生だったんですけれども、私が入らせていただいたのは全体設計の事業整理ですね。それをこのままずっと走り続けるのにも体力がっていう部分で、どういう形で一番落ち着くふうにやっていったらいいのかっていうことを、集客、通常コンサルタント頼まれるっていう場合には、ね、集客が悩みって方がほとんどなんですけど、美和子先生はそこではなくてですね、よりたくさんの人に、幸せな食卓っていうことをね、お伝えはしたいんだけれども、自分の時間と体力との兼ね合いと、他にもやりたいこととかもあるっていうことでしたので、その整理をするのをお手伝いしたことがあるっていうのが、美和子先生と私のご縁ではありました。で、その時もそうですし今もそうなんですけれども、先日ですね、たまたま2年間ちょっといろいろと充電期間を得たり、いろんなことをお考えになられて、こんな風な形がいいのかとか、リフォームも途中されたりとかしていて、久しぶりにこうオープンで、レッスンを募集かけましたところ、私もお久しぶりにお会いして、その後、お元気でいらっしゃるかなっていうのと、単純に1クライアント1生徒として、その参加するっていうこと自体も喜びでもあったので、コンサルタントとして参加したのではなく1クライアントとして参加したのですが、職業はやはりコンサルタントですので、やはりこういう先生だから、支持されるし魅力なんだよねっていうのをその時にすごく感じたんですよね。でそれを感じたので、皆さんに、憧れられる、料理家の、美和子先生ですね、この魅力を、読み解くと、集客できている先生とできていない先生の、大きな違いっていうのもそこに含まれている内容があったので、皆さんにシェアをしたいなと思いまして、今回動画を撮っております。はい。それではですね、早速本題に入りたいんですけれども、若林美和子先生のですね、皆さんがこう何度も通う、ないしは遠方からでも通ってくるっていう、そのお人柄的な魅力は一体どこにあるのかっていう3つの魅力をね、まず最初にお伝えしたいと思います。まず1つ目ですね、情熱と探求心の人っていうことですね。これが1つ目で、2つ目、おもてなしとデザインの人っていう思っているのがこれ2つ目です。で3つ目、親しみやすさとキュートさがある女性という、この3つの人間的な魅力がですね、先生のその教室の雰囲気とか、教室に集う方たちの雰囲気を
およそ作ってらっしゃるんじゃないかなと思いまして、でこれは非常に教室業をやられる方で、ご自身の魅力とか生徒さんからまあどう見えてるかっていうことも検討する上で、まあ、ヒントになったらいいかなと思いまして解説をしていきたいと思います。まず一つ目ですね、情熱と探求心の人っていうことで、レシピをですねデモンストレーションとかでご案内してくださるんですけれども、その下ごしらえですね、あそこまでやるのかっていう、まあ一個のその料理を作るために特にまあ水分の部分であったりとかですね、まあ、お出汁をどうする引くとか、あとは水炒めっていうそのシャスールの鍋を使った、炒めのもの、まあ、その美味しさがどういうふうに変わっていくのかとか、お塩がどうとかね、まあ本当にこう、まあ、もちろん料理家の方はそういうこだわりとかがあってやってるっていうのは知ってはいるんですけれども、その過程でいろんなものを試して試して試してここに行き着いてるみたいな話とか、まあ、裏話になるんでしょうけれども、そういう話をすごくよくしてくださるんですよね。それはもう大変だったのよっていうことではなく、もう一重に情熱っていう言葉で表現されるような感じで、もう皆さんに美味しいものを、まあ、食べさせたいというか、まあ、その美味しいものを食べて幸せになってもらいたいみたいな、そのおもてなしの心の情熱が、レシピを一つ一つ完成させていく上での試行錯誤している経緯も含めて都ブランドなんだなっていうのをすごくデモンストレーションでご説明を聞くたびに毎度思うんですよね。で、まあ、この炒め方とかこの材料の扱い方とかいう時にもやっぱ情熱がほとばしるので、これはいけません、こうする、こうしないとダメなのみたいな、そういう協調のねお話とか聞いていると、本当にお料理が好きで人にその美味しいと言ってもらって喜んでもらえることに、まあ、すごく喜びを感じる人なんだなということを、お料理の美しさとこだわりとともにお話を聞くたんびに毎度感じることですね。そこまでこだわるのか、そこまでやるんだっていうことで、もちろんじゃあそれがそのまま自分がやるかと言われれば、まあ目指したいところではあるし、知ってるっていうことは知らないよりはできる可能性は高いんですけどもね、やるかと言われればちょっともしかしてちょっとそこまでできないかもなっていうのは結構ある領域でデモンストレーションとかされますね。ですからそういうのを聞くにつけて、まあ、情熱と探求心の方だなっていうのを非常に感じてお話を伺ってます。で2つ目は、まあ、おもてなしとデザインの人っていうことで言ったんですけれども、その毎回毎回そのイベントに合わせて、まあ、テーブルレイアウト、テーブルコーディネートとか変えたり、お部屋のしつらえですね、お花出たりとか、あとは飾ってある絵とか、まあ、いろいろなものをその都度全部変えていらっしゃるわけなんですけれども、まあ、そういったインテリアに対してのまあ、心地いい空間を作るためのおもてなしであったり、テーブルコーディネートもすごくこう、あ、そこにこだわるのかみたいな、細かい思いが重なって重なって重なってお部屋全体の雰囲気を作ってますし、もちろんお花とかもその演出の一つですし、食器そのものと、あと食器の上に乗っかるお料理もそうなんですけれども、全てをトータルでやっぱりコーディネートされてるなっていうのを感じるので、やはりその空間そのものが心地よい状態に仕上がっていて、そこに都先生が、まあ、入った状態で、まあ、完成形っていうことにはなるんですけれども、その皆さんをね全体でお迎えしようっていう、その部屋全体のしつらえの作り込み方っていう、それもまあ情熱が関わってくるんですけれども、それをまあ語りが入りますけれどもね、どういうふうに今回のものはどう考えたか、これはこういうふうに使うといいとかっていうのをいろいろねアドバイスしてくれて、そのあたりもやっぱ普通のお料理教室とやっぱり一線を画してるところ、違うところなんだなっていうのを
行ってお話を伺うたびに感じる要因の一つです。非常に繊細なお料理と、繊細なお料理が一番映える、美味しそうに見える、コーディネート、レイアウトを独自でオリジナルで考えるのが得意な方だなっていうふうに、いつもいつもお話を伺うたびに思ってました。あと、おもてなしっていう部分で言うと、もう本当にお一人お一人をお迎えの時と、あと、最後、お見送りの時、場合によってものすごく久しぶりで遠方から来てる方なんかはね、ハグかなんかこう抱きついてみたいなところまでやるフレンドリーさもあったりはするんですが、私がいつも行った時に驚くのが、玄関があるんですけれども、そちらに、それこそ三つ指ついてっていうわけじゃないんですけれども、正座をして膝を折って「ようこそボアメーザーお出ましいただきました」で、ありがとうございますみたいな、到着してそのまんまでお出迎えではなく、その下の座でお上ですよね、旅館のお上のような状態でですね、ようこそいらっしゃいましたっていう、一言からもう世界観が変わるなっていう、おもてなしをされてるんだっていう気持ちにすぐスイッチが入るから、もちろん無意識でやってらっしゃるのは存じ上げているんですが、それが無意識でできるっていうのがやはり素晴らしいなっていうのは毎度感じていることで、この間久しぶりに行ったので、またそれをね、感じました。お出迎えに来てくださる方っていうのはもちろんいらっしゃるんですけれども、膝を折って、こうね、三つ指じゃないですけど、こうご挨拶して「ようこそお迎えいたおで、あのお出ましいただき」みたいなことを言われるっていうのは、やっぱり格が一格上のサービスおもてなしだなというふうに思って感じていましたね。なので、そういったこう細かい所作が随所随所に現れるんですね。お水のサーブとかもしてくださるんですけども、その時のこう立ち位置ですね、こちらの方からっていうサーブの仕方と、あとその器が美しく見えるようにドリンクを注いでくださったりとか、本当に細かい点がですね、行き届いていて素晴らしいなっていつも感心してるんですよね。それは先生がおもてなしの教室だからそれやるんでしょうみたいに思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、私がお伝えしているのは、そう、心の方のお話なんですよね。要はお迎えするっていう、そういった心の部分で、素晴らしいなっていうふうに尊敬もしているし、だから料理家の皆さんとかにも憧れられる宮古先生なんだなっていうふうに思っています。で、ちなみに私はこういった引いた目でね、分析はしてますけれども、私もパン教室の時にそんなね、膝を折ってお迎えをしてなんてことはしたことはないですよ。ないがゆえに、余計に初めて見た時には感動したし驚いたし素晴らしいなっていうふうに思ったんです。一流の人っていうのは、皆さんが想像がつく範疇の行動っていうのはできるのは普通なレベルなんですよね。ちょっとできてるかぐらいな感じですけど、想像がつかない範囲をどれだけさらっとやってのけるかっていう、もうこの領域になるとやっぱプロフェッショナル、素晴らしいというエクセレントっていう領域になっていくので、自分の家がね、広くないしとか、あまり綺麗じゃないしとか、そこじゃなくてですね、問題はその中で最大限のおもてなしをどういうふうにしたらできるかって考えて工夫するっていう、ここが気持ちとしてとても大事なんじゃないのかなっていうふうに思っていて、それをいつも感じるのが素晴らしいところだなというふうに思ってます。で、3つ目ですね、親しみやすさとキュートさ、これがまた本当に 私より当然年齢上の方で素晴らしい大先輩でいらっしゃるんですけれども、可愛らしいんですよね。それがきっと飾り気がなくて天真爛漫で素直な方だからだと思います。本当はそれぐらい権威のある、よくできてらっしゃる先生っていうのは近寄りがたかったりとか、
こう近づきにくいとか緊張しちゃうとかっていうのがある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、この宮古先生に関してはもう親しみやすさですね、自分のなんかドジな話とか残念な話とかそういうのを隠すこともなく、まあ、笑いにしてしまう、まあ、関西出身だからっていうことでご本人もねおっしゃるんですけれども、その、まあ、自虐ネタとかも結構多いんですよ。そこにこう可愛らしさであったりとか、あと、まあ、失敗みたいな、まあ、大きな失敗じゃないんですけど、まあ、ご本人曰く失敗っていうようなこととかもある時も、素敵な癒しの笑顔でカラカラと笑われながら、あ、本当にごめんなさいとか言われると、それを何か言える人っていないだろうなって思いながら見ていて、その親しみやすさ、ちょっとキュートさ、これのお人柄もやはり皆さんから支持される教室なんだろうなっていうのを感じているんですね。もちろんお料理自身が素晴らしいっていう大前提はあるに してもですね、味への探求心もものすごいですからね。それがあるにしても、そうじゃない部分の素晴らしさがやはりお客様、生徒さんを引きつけてやまない。新規の人は行きたい行きたい言っても枠が開かない。既存の人とかでもまた行きたい、また行こうっていう、このまたっていうもの、余韻を持ってらっしゃる先生っていうのはそんなに多くないんですけれども、その点でも2年間教室を一旦休止していたとしても、待ち望んだ生徒さんが一気に予約をバーッと入れてきて、まあ、60席か70席か忘れてしまいましたが、で1時間とかぐらいでバッと埋まるみたいな、その求心力というのはやはり素晴らしいなというふうに感じているんですね。ですから、そういった宮古先生を見るにつけて、まあ、集客っていう概念はやっぱり集客をしようと思って集客をする先生は集客ができないんだろうなっていうふうに思ってるんですね。宮古先生が一点も気にしてるのは、ただひたすらにこれをやったらみんな喜ぶかもしれない、これをやったら驚くかもしれないとか、もうそのサプライズとアメージングと喜びですね、ここにすごくフォーカスしてる。今回私はちらし寿司のコース行ったんですけどね、この蓋を開ける時のその期待値、わっていうその感覚のためにこの詰め方があるみたいなことをねおっしゃってましたけど、その蓋を開ける一瞬をそれだけ大事にしてる方なんだなっていうのを感じた時に、宮古先生だから集客できてるから集客の概念がないんですよという方もいらっしゃるかもしれないですけど、そうでなくて逆で、どれだけそのクライアントさん、生徒さんのことを思い喜んでもらえるか喜んでもらえるかっていうことをひたすらに探求して、そしておもてなしとしていらっしゃった時にはもう精一杯おもてなしをする、まあ、それがまあ結果として次の集客につながったりとかっていう、多分それの繰り返しなんだろうなっていうふうに思っているんですね。ですから そのお客様を喜ばせる一点っていうのを外した状態で SNS をですね、発信を頑張らなくちゃ頑張らなくちゃっていうふうにやってもうまくいきにくいんですよ。もちろんネットの集客では絶対的にすごく有名人になる前まで、もうそれこそ予約の取れない教室になっちゃってもちょっと言ったらすぐ埋まるみたいな、来たい人があふれかえってる、そんな状況の時にはまあね、そんなに頑張らなくてもいいのかもしれませんけれども、出だしの頃とかやはり認知されてない時っていうのはある程度一定の量の発信というのはどうしても必要になります。ただ注意しなくてはいけないのがその発信のベクトルですね。集客したい集客したい、私の教室こんなに素敵ですよ、こんなのもやってるよっていうその観点から発信をすると人ってあんまり期待気持ちにならないんですよね。あくまでも来る方のことを考えた状態での、まあ、満足度ですね、それを優先した形で発信ができる人かどうかというのが一つ大きなポイントになってくるんじゃないかなって
と思っています。ですのでウェブ全体のウェブ集客全体の流れからすると SNS ツールは確実に使えた方がいいんですけれども、そもそもまあいらっしゃってる方、まあ、何か来ていただく予定の未来の生徒さんにどれだけ満足できるおもてなし、サービスを提供できるかって、こちらに心を砕く先生の方が集客はしてないようなんですが、結果としてそれが集客できちゃってることになる。要はそれを様子を見ているだけでも期待値が上がりますよね。この先生に会いたい、この人にのレッスン受けてみたいとか。だから どうせ発信するんだったら、そう思っている気持ちの方を発信する方が結果としては多分集客に結びつくんじゃなかろうかというふうに思っています。まとめます。教室集客コンサルタントから見たフォアメーザ若林美和子先生3つの魅力。1つ目情熱と探求心、2つ目おもてなしとデザインの人、3つ目親しみやすさとキュートさを持っている女性という、この3点が大きな魅力になります。今後の教室集客においてはウェブ集客っていう SNS を上手に使うっていうことはもちろんのこと、人間力ですね、先生ご自身の魅力を十二分に発揮できる環境、それは全てベクトルが生徒さんに向いているということで、喜んでもらえるための情熱と探求心、やはりこれがもう今後の教室には欠かせないんだろうなっていうふうに感じておりますので、ぜひご参考になさってみてください。それでは。